ベロニカ博士、起きていますか？当然っす。千年ぶりのお祭り前夜っすから。博士は気楽だな。何を悩んでいるんすか？性の悩みならお姉さんが解決してあげるっすよ。いや、遠慮しておきます。仕方ないっすな。ちょいっと展望台まで行くっすか？わかりました。いやー、月を見ながらの手羽先止まんねえっす。アルト君も一本いかがっすか？いりませんって。釣れないっすな。あ、流れ星。幸先いいっすな。時にアルト君。アルト君は宇宙を知ってますか？星たちがいる場所でしたっけ？その通り。宇宙にはね、音が満ちてるっす。音？クエーサー、パルサー、様々な鼓動が脈動してるっす。まるで胸の鼓動のように。きっと君の星のクオリアはその鼓動によって生み出されたものなり。この星にレグナントに生きる人たちの命の鼓動か。だったら負けられない。負けなんて許さないっす。この罪深きテクノロミーに正しい意志の輝きを見せてほしい。負に落ちた私たちを戒めてほしい。生の輝きで照らしてほしい。そうすることできっと私たちは前へ進める。あなたを連れて行きます。あなたが諦めていた未来へと。楽しみにしてるっす。